アメリカのニューヨークから橋本記者です。橋本さん。はい、午前2時過ぎのニューヨーク、マンハッタンのタイムズスクエアなんですが、私の後ろ、ニューイヤーズイブ、もう2024という数字がありまして、この大晦日のカウントダウンイベントに向けた準備が急ピッチで進んでいる状況です。そして今年、橋本さんはアメリカ以外にウクライナ、そしてイスラエルなど戦地での取材が続いた1年でもありましたよね。そうですね。イスラエルを取材した際には、人質となっている一人の男性の家族に出会いました。その男性は日本が大好きで、日本に行くのが夢だということなんですね。ただ今もガザ地区のどこかで死と隣り合わせの生活を送っているものとみられます。その帰りを待つ家族に密着しました。10月7日、あの日を境に、日常は崩れ去りました。イスラム組織ハマスによるイスラエルへの大規模攻撃がきっかけとなった軍事衝突。今我々もホテルに着いたんですが、サイレンが鳴りまして、シェルターへの避難を促されています。Traumatized, I guess that most of the people here are, we are very anxious, and we all know somebody who either died or was kidnapped. I personally know somebody who. 出口の見えない紛争に翻弄されるのは、いつも罪のない市民たちです。戦闘開始から2ヶ月以上経過し、ガザ地区ではこれまでにおよそ2万人が死亡しました。一方、イスラエル側でも1300人以上が死亡、さらにおよそ240人がハマスに人質として捕らわれました。これまでに110人の人質が解放されましたが、未だ多くの人がガザ地区で捕らわれたままです。そんな中、橋本記者がイスラエル・テルアビブで出会ったのは、息子のガイです。彼がいなくなりとても寂しいです。彼のことを思うと食べることも眠ることもできません。早く帰ってきてほしい。人質として拘束されている22歳の息子ガイさんの帰りを待ち続ける家族。あの日、ガイさんは兄のガラさんとガザ地区周辺で行われた音楽フェスに参加。この写真を撮った直後、ハマスの襲撃を受け、ガイさんだけが連れ去られました。ガイさんの自宅を訪ねると、息子は幼い頃に日本の漫画を読み始めて気に入ったんです。 This is what he likes.日本が大好きだという息子のガイさん。これが彼のノートです。日本語を勉強していました。私には何も読めませんが、あなただったらこれが読めるはずですよね。私はガイです。私はイスラエル人です。来年3月には日本へ旅行する予定も立てていたといいます。桜を見たかったからだそうです。息子は日本に行って文化などを体験したり、日本の人たちと日本語で話がしたかったんです。ガイさんの安否が分からず、家族の不安が募る中、目にしたのが、これは息子がハマスに拘束されている様子の動画です。怯えるような表情で後ろ手に縛られた男性。ハマスが公開した人質の映像にガイさんと見られる姿が映っていました。
の動画を見るのは本当に最悪なことでした。地獄のようです。動画が公開されて2ヶ月以上が経った今もガイさんの安否は分からないままです。戻ってきてほしい。私たちは彼なしでは生きていくことができません。ガイさんの置かれた状況を少しでも知ってもらいたい。先月、兄ガラさんの姿はイスラエルから遠く離れたアメリカにありました。私たちには時間がないのです。だからここへやってきました。ニュース番組への出演や支援集会に参加するなど、弟の救出のためできることは全てしました。できるだけ多くの人に会って人質の現状を知ってもらいたい。国際社会に動いてもらいたい。人質家族にとって不安な日々が続く中でも、ガイさんの家族は希望を捨てません。弟も私たちと再会するために頑張っていると思います。私たちの兵士が近づいてくるのが聞こえているはずです。弟が帰ってくるのは時間の問題です。 I hope Guy will be released and can travel to Japan. Of course. それがガイの夢だから、叶えるための準備はできています。息子と一緒に日本に行きたい。それを楽しみにずっと帰りを待っています。では改めて橋本さん、ガイさんをはじめ人質に関する新たな情報というのは入ってきているんでしょうか？はい、必ず生きて戻ってくると、そう信じている家族でさえ、このガイさんに関する手がかりというのは、ハマスが公開したあの一本の動画にガイさんが映っていたという事実のみなんですね。それ以外には何の情報もなく、ただ時間だけが過ぎていくという状況が続いています。日本が大好きなガイさんには、日本に行って桜を見るという夢がありました。そして今回大規模衝突によって命を落とした方々も、ガイさんと同じように一人一人に名前があって、そして大切な家族がいて夢があったはずなんですね。その人生が突然にして奪われた場所を取材すると、この平和というのがいかに脆く、守ることが難しいかを痛感しました。橋本さん、このアメリカ国内ではガザへの侵攻をどう捉えられているんでしょうか？はい、このガザ地区の人道状況が深刻化する中、ここニューヨークでは毎日のように若者が中心となって停戦を求める抗議デモが起きているんです。今月ニューヨークタイムズなどが実施した世論調査では、18歳から29歳の有権者の実に7割以上がバイデン政権のイスラエル対応に反対を表明するなど、バイデン氏への不満を募らせています。来年行われる大統領選でこの再選を目指すバイデン氏にとっては、若者の支持離れにもつながりかねない問題で、非常に難しい舵取りを強いられています。このアメリカの大統領というのは日本に与える影響非常に大きいですから、来年しっかりと現地で取材して点でもお伝えしてまいります。はい、橋本記者でした。ありがとうございました。今年はガザ地区での衝突だけではなくて、ウクライナへの侵攻もまだ続いていて、やはりこう世界の分断が深刻化した1年でもありますよね。その一端を握るアメリカの弱体化といいますか、閉塞感も横須賀さん、透けて見えるように感じるんですけれど。そうですよね。今ですね、バイデン大統領がリベラル派ですね、出てきた人たちからの支持を失っているので、相対的にトランプ大統領が上がってきているという状況で、本当に来年のアメリカ大統領選は分からないんですけれども、このウクライナロシア戦争と、それからイスラエルガザ紛争が長きかけているものは、武力によって領土を奪うということは、その国の人々の主権を奪うことであり、
それはやっぱり人々の命の危険とか暮らしとか、うん、それから二級国民扱いされるってことですよね、うん、どれだけの被害を及ぼすか、うん、でこの不安定な世界観というのはもう人事だけじゃなくて世界中日本にも大きく影響する話なんだっていうところで改めてこの問題を捉えたいですよね、うん、そうですね。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。